で、東京はなんとか出されましたが、第2波へ警戒している中でこの高輪が出されましたが、第2波へ警戒している中でこの油断するとさらに悪化する可能性もありますので、ここでですね、はい、今一度、気を引き締めないとということにはなるのです。気を引き締めないとこのようになるよというのがこのグラフなんですが、こちらをご覧いただきましょう。東京都の感染者予測をですね、北海道大学の西浦教授が予測を出しているんですけれども、これは元の生活に戻れば7月の中旬、来月の半ばには再流行するという予測も出しているんです。このグラフについては加藤先生はどのように考えていらっしゃいますか？はい、1日100人以上となると、5月上旬の、ピークの頃の数値に、これは元の生活に戻れば7月の中旬、来年の半ばには再流行するという予測を出しています。いろんなことがある。